釣り金人参は、卑怯か釣り金人参属の多年層。和名釣り金人参の由来は、花が釣り金形で、根の形が朝鮮人参に似るのでこの名がある。地方によって別名は、ととき、釣り金チンバ花などの方言名でも呼ばれている。アイネ語名では無形化し、中国植物名は南社人。日本の北海道、本州、四国、九州の他に、 国外では、カラフと千島列島に分布する。山の山地の草原、林園や草刈りなどの管理された河川堤防などに自生する。排水が良く、日当たりの良いところを好む。根は白く飛行し、家計の高さは四十百センチメートルになり、全体に毛がある。根生葉は遠心型で柿には枯れてしまう。形容は茎に三五枚輪生し、上部は誤生する。 形容の形は長大円形、卵形、楕円形、皮心型と変化が多く、やや厚みがあって、艶がない。長さは4、8センチメートルで、肺には、虚子がある。植物体を切ると白い乳液が出る。夏季は8、10月で、形頂部に、円水状の果樹を形成し、淡紫色の小形の花を下向きに咲かせ、数段に分かれて、葉と同じように茎に隣生する。 枝の先に少数ずつをつける。果敢は長さ1 5 2 0ト、mm、ルで、先端はやや広がり、列片は反り返る。学片は糸状で虚子があり、花中が花冠から突出する。非常に変異の大きい種である。特に花期以外の時期には、葉の形、幼女などが大きく異なるものがあり、混乱させられることがたびたびある。種としても変異が大きく。 以下のような変種がある。春の若い芽は、山菜のとときとして食用にされる。春に芽を摘み、あえ物をひたしにして食べられる。とときとは、釣り金人参のことを指し、山でうまいはおけらにととき、嫁に食わすは、おしうござると長野県の利用で歌われるほど、庶民の間で美味しいものの一つに例えられている。二年以上経った長い防水型から円柱系の根は、車人、または、 南社人、秋に地上部が枯れた時に根を掘り出し、細根を取り除いたものを展示乾燥させたものが使われ、日量治療5ムを 400cc の水で煎じたものを1日3回に分けて服用すると、権威、短切り、賃害に効能があるとされ、競争効果もあると言われる。日本では社人というと、釣り金人参を刺すが、中国では、浜防風のことを言う。 これを区別するため、釣り金人参を南社人、浜暴風を北社人と呼ぶ。昔は朝鮮人参の偽物に用いたと言われるが、朝鮮人参とは、薬行は異なりないようにはならない。ありがとうございます。